こんにちは、みーちょすです。文房具が大好きで、特に木材とかレザーとか真鍮が使われたちょっと味のある渋い感じの雰囲気が大好きなんですが、今回は珍しくプラザで買ったものを紹介です。ちょっと自分では珍しい感じのノートも買ったなーって感じもするんですが、久しぶりにプラザに行ったらめちゃめちゃ楽しかったです。というわけでプラザの文具とちょこっと文房具ではないですが雑貨も紹介します。それでは早速行ってみよう。まずはこちらです。スヌーピーのコミックデザインダイアリー。このシールがもう可愛いです。実はスヌーピーが大好きでして、基本的に家が好きでインドア派なのであまり出かけない方なんですが、そんな私がピーナッツダイナーには3回、ミュージアムには2回行っております。表紙がほんのりブルーで、表紙裏はピンクになってます。淡いパステルカラーです。まずは年間カレンダー。2023年と24年の2年分です。年間スケジュールも2年分。休みの日が分かりやすいですね。このフォントがまずスヌーピーって感じですね。足跡もついてます。かわいい。月間スケジュールは3月始まり。ここに4コマが書かれていて、吹き出しの中に自由に自分でセリフが入れられます。月曜始まりで、6曜と祝日、月齢まで書いてありますね。至れり尽くせり。ここにもスヌーピーのシルエットが書いてあります。うわぁ。毎月色が違いますね。4コマも全部違います。2023年の3月から2024年の4月まであります。ここからですよ、このスケジュール帳のすごいところは、週刊コミックスケジュールがついてます。4コマが2列並んでいて、最初のコマはフリーで、月曜日から日曜日まで。2023年2月27日からのスタートです。うわぁ、もうね、どこのページを開いてもめちゃめちゃめっちゃ可愛いです。うわぁ。4コマにしてもいいし、1コマずつ違うことを書いてもいいし、いろいろと使い方がありそうです。スケジュールを書いてもすごい可愛いですね。たっぷりと1年分のコミックスケジュールがついてまして、2024年の5月5日まで書くことができます。後ろにはメモページがついていて、点線の横形で全部で見開き9ページです。そして最後にプロフィール欄と便利な定規もついてます。ビニールのカバーにペンホルダーもついてました。はい、ここでペンとの相性をチェックします。よく使うペンが裏抜けしないか、にじまないかをチェックします。これはね、やっとかないと。三菱鉛筆ユニボール1、ゼブラのサラサクリップ、サクラクレパスのピグマ、ステッドラーのピグメントライナー、三菱鉛筆のプロパスウィンドウ、マネースのモンブランマイスターシュトゥック、全部裏抜けせずに書くことができました。にじみもないです。普通に私がいつも使ってるペンで書く分には、何を使うかっていうのはあんまり考えずに気にせずに書けそうです。今はもう4月の半ばになってしまったんですが、1ヶ月半過ぎてても気にならないほどね、もうめちゃめちゃ可愛すぎる。このまま何にも書かなくても可愛いし、書き込んでも可愛いし、もうどうしよう。あーどうしよう。ちょっとテンション上がりすぎて疲れちゃったんだけど。あーもうちょっとやばいところカットしよう。はい、次行きましょう。続いてもスヌーピーのレターセットです。このシリーズでメッセージカードもありました。っていうかね、もうね、ディスプレイがね、可愛すぎるポップな感じでまとめられてて、プラザのディスプレイってなんだかね、欲しくなっちゃいますよね。便箋が10枚、封筒が5枚入ってます。水色の横形になってますね。スヌーピーとサリーが縄跳びを飛んでます。裏面はウッドストックも縄跳び飛んでる。可愛い。実際に入れてみるとこんな感じです。ちょっと透けて見えてますね。スヌーピーがうっすらとこっちを見てる。はい。では、裏抜けとにじみチェックをします。書き心地もすごいいいです。にじみもなくスムーズに書けてます。これ今書き出しを揃えてみたんですが、このスヌーピーのシルエットの形に沿って書いても可愛い気がしますね。これでお手紙書くのがすごい楽しみです。はい。では続いてはこちら。
もはや文房具ではない。いや、でも本以外は文房具です。プラスチックの蓋付きケースを開けると、中にはふわふわのもふもふの物体が入ってます。ちゃんとメモ刺繍されてます。ジョークールのヘアバンドです。いやー、かわいいなこれ。サングラスをかけたスヌーピーで尻尾もついてます。ふわふわの触り心地。生地は割としっかりめですね。後ろのゴムが入ってる部分だけが伸びます。結構ね、抜け毛しそうかなって思ったんですが、でも意外と大丈夫かもしれない。洗うときはネットに入れた方が良さそうです。で、私はもうね、実はジェラピケのスヌーピーのヘアバンドを持ってるんで、いや、必要ないかなって思ったんですが、でもね、ジョークールだし、サングラスついてるし、ケースついてるし、尻尾もついてるし、洗い替え用として必要だよね。って、心の中の声が言ってました。タグもめっちゃクール。ケースに何を入れるかっていうのは考えてなかったので、今めちゃめちゃ迷ってます。結構大きさもあるんで、何かね、いい使い方があればと思ってます。タグの裏には使い方が書いてありました。尻尾で髪を結ぶことができるそうです。なるほど。続いてはレタープレス、ネームカードセット。ユニコーン柄のメッセージカードです。メッセージカードは5枚。封筒も5枚です。星柄とユニコーンの角の部分が活版印刷の箱押しになってます。で、立体のユニコーンの顔がついたペンを買おうかっていうのを迷ってて、縦紙がラメでキラッキラしてるなんか大きいおもちゃみたいなペンだったんですが、いやでもね、これ実際使った姿を想像すると使いづらいよなってなんとか思いとどまったんですが、その反動でこちらのユニコーンを買ってしまいました。これだったらプレゼントにも使えるし、ノートに貼ることもできるし、ユニコーンはね、かわいいって。万年筆で書いてみます。ミチョスの文房具ショップで買い物をしてくれた方にメッセージカードをつけてるので、せっかくなのでこれで書いていきます。めっちゃ華やかになりますね。マステも貼って完成です。メッセージカードはもうランダムで選んでるんですが、5名の方にはこれが届きます。次はチョークボーイさんのメッセージカードです。これね、めっちゃかっこいいですよね。レタープレスメッセージカード。2種類あって、まずはサンクス。活版印刷の箔押しです。表はサンクスフォールサンクスって書いてあって、裏面にもサンキューをサンクスが書いてて、めちゃめちゃありがとうを伝えたい時のカードです。もう1種類のカードは、なんて素晴らしい日。What a wonderful day. ブルーのインクの濃淡もしっかり出てます。裏面もそれぞれ柄が違います。この黄色い封筒と白押しとブルーインクの組み合わせがね、すごく最高です。誰かの誕生日とかお祝い事とか何か特別なことがあった時のメッセージカードに使いたいなと思ってます。いや、多めに買っとけばよかった。はい、以上です。プラザ文具の紹介でした。プラザってパキッとしたカラフルなものだったりとか、淡いパステルカラーの可愛いもの、キャラクターものっていうのが多くて、普段はあんまりそこでは文房具を買わないんですが、でもね、スヌーピーとね、目が合ってしまってね、もう可愛いっていうスイッチがオンになってしまいました。なるべく実用的なもの、長く使うものっていう精神で今回はなんとか乗り切ったんですが、でも次に目があったらもうね、ちょっと自信がないですね。もう本当に可愛い。自分の中でキャラクターものはなるべく部屋にディスプレイしないとか、食器とか家具も NG とか、空間を大切にちょっと全体感を考えるみたいなマイルールがあるんで抑えてるんですが、もうね、実際にこういう可愛いものも大好きなので、もうそのルールをなくしたら本当にね、止まらなくなっちゃいます。まあ今回買ったのは可愛いなーって噛み締めながら楽しく使っていきたいなと思います。またたまにこうやってキャラクターものとかも買った時も紹介したいと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。